はい皆さん、おはようございます、えー。早速始めてまいりたいと思います。えー、今日のですね、まあ、レディースタイム、まあ、今まで私は、えー、この「マルコの福音書」というところですね、ずっとこう考えてきたわけですけれども、えー、終わりました。で、終わりまして、そして、えー、この春からちょうどです、ね、いいですね、新しいシリーズをしようと思いまして、まあ、何をしようかなっていろいろ考えたんですけども、 あの、まあ、ある人に相談、うんまあ、かな、ね、かなりなんですけどね、相談してもですね、えー、これはどうかなあれはどうかなって言っても、なかなかね、それっていうのがなかなかなくて、まあ、どれを言うても、ふんふんみたいな感じで、<laughs> あのね、えー、今一つでしたので、えー、もう決めました。えー、今日からね、首都の働き。 というところをまたご一緒に考えていこうかなというふうに思います。使徒の働きというのは、このイエス・キリストのこの地上の生涯を記録した4つの福音書があるんですけれども、その4つの福音書の後についてくるこの使徒、まあ、弟子たちですね。彼らがどのようにまあ行動したかっていうのが書いてるのが使徒の働き。今日は、えー、めでたく一章です、今日はね。で、えー、生きて、 登って、また会おうというテーマで考えていきたいと思います。はい。えー、早速ですけども、一章の一節。あの、お手持ちの聖書の方はですね、えー、232ページになります。新約聖書の232ページ、えー。ここに前に掲示しますけれども、あのー、おすすめはですね、このご自分の聖書を開いて、この見る方があのいいと思います。 もう重たいという、ね、人がいると思いますけれども、まあ、パッと見たらもう、ね、聖書じゃなくてもうスマホが、ねえー、パンと前に置いてるだけみたいな人いますけども、まあ、昔はねこれ、あのー、私、メッセージしてるのにスマホこうやってやってて何調べてるんや何見てるんやって思ったメッセージャーもた,たくさんいたんですけども、まあ、途中からあれは聖書を開いてるんだと。 いうことがね、まあ、昔はそんななかったですから、えー、そういうのが分かりだして、まあ、ちょっと安心にするようになりました、えー、メモせんでええんかなとか思いながら、えーはい、できたらご自分の聖書に特に最初こう読み始めた方はですあのこの、ね、聖書にどんどんメモ書き、ね、していってもいいんじゃないかなと。 いうふうに思いますね。あのこの本に書き込みしたらダメだと思っている人もいると思いますけども、あの別に書き込みしたからといってですね、えー、はい、この聖書の権威自体は変わりませんので、はいということで、人の働きの一章の一節からいきます。一章の一節テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始めまた教え始められたすべてのことについて 書書き記しましままたと書いてます、はいえー、実はこれテオピロという人に宛てた、まあ、手紙のようなものなんです、まあ、報告書みたいなものなんですねそして「私は」とありますけどこれはルカというこの、まあ、ギリシャ人でですねお医者さんになったんですねで4つの福音書のうちの1つルカの福音書を書いた人です。 ですからまあルカの福音書を読んでその続きで使徒の働きを読むとよりスムーズに読めるんですけれどもえ私ルカは前の書というのはこれはルカの福音書ですルカの福音書でイエスが行い始めまた教え始められた全てのことについて書き記しましたその続編ですそのルカの福音書では2節それはお選びになった人たちに 精霊によって命じた後「天に挙げられた日までのことでした」ということで、えー、ここにはもう省略されてますね十字架とか復活をも飛ばして、えー、そのことも書いて最後「天に挙げられた日までのことでした」まあ、それがルカのクッションに書いてまして、まあ、この続きをね今からレポートしますよということなんですね。さあ天に挙げられた イエスは天に上げられたというふうに書かれているんです。まあ、十字架というのはですね、これ十字架で死刑になった人っていうのはもうたくさんいます。まあ今はね十字架刑のは基本的にはないんですけれども2000年前に十字架刑っていうのは特別な死刑方法じゃなくてローマに反逆した。 人たちを見せしめのような、もう本当に残酷な刑なんですけども、そういう死刑された人はたくさんいますから、ちょっとね、十字架のことは、まあ、あの、想像しやすいと思うんですよ。でもその後ね、イエスは三日目に復活したと言ってるんです。まあ、これもね、もう聖書読んでて、もうこれ外せません。イエスは死んで終わりじゃなくて復活した。まあ、この復活について詳しいことは、この日曜日にですね、 えー、この復活の特別な集会がありますから、ぜひお越しください。さあ、まあ、この復活についてはもうちょっと信じにくいというか、まあ、突拍子もないなと思いますね。これはわかります。でもその後ですね、今度ね、えーまあ、十字架復活というのは、まあ、十字架よりは少ないけども復活の方が、まあ、語られてますけど、より語られないのはこの、ここなんですよ。天に挙げられた。イエス・キリストは天に挙げられた。 というふうに書いてるんですよ。まあ、クリスチャンはね、信じてます。さあ、天に上げられたと聞くと、皆さんは何をこの思い出しますか天に上げられた、ねえー。これどうですか、ね、これ何かと言いますとね、まあ、この絵を見たらあの、古そうな絵だから、 これ何だろうって真ん中にほらあの籠に入れられてちっちゃい子がいるじゃないですかね、えー、養育されてるんですけどこれ実はですねあの竹取物語の挿、えー、絵ま,まあまあ絵でしょうね、えー、これ書かれたのはかなり前です300年ぐらい前ですから400年ぐらい前ですからかなりまあ江戸時代に書かれたあのいわゆる挿絵なんですけども竹取物語いわゆるかぐや姫ですよね かぐや姫って最後どうなりましたか最後ね月の世界に帰っていったんですよ月の世界にさあこれもあります、ね、これ見たらねおじいさんが沖縄がう,わーもう帰っていくのかということで月の世界に帰っていったという、まあ、これも幕末から明治にかけて、えー、書かれた浮世絵みたいですけどね。 さあ月に帰っていった、まあ、このかぐや姫伝説というのは日本にも割とあるんです。で、えー、あのかぐや姫の話って私もね竹やぶがバーってねパコーンってやったらギャー出てきてで最後月に帰ったぐらいしかあんまり覚えてない覚えてないんですけど途中の話知ってますあの5人の貴族が出てきてき ね、結婚したい結婚したいって言うけどであのじゃああのこんなの持ってきたら結婚してあげるわみたいな感じでもうあの絶対燃えない衣とか竜の目とかそんなもうありえもしないようなことをねもうこの意地悪ちゃうんかなとこ思うんですけどもまあ要求してね誰も持ってこれないわけですよ持ってこれなかったり偽物持ってきたりまた探しに行ってあの命を落としたりとかね で、それが終わったら今度は帝がですね、この、やっぱりこの、家具屋姫と結婚したいっていうことで、まあそういうのがいろいろあって、まあ最後はね、私は天に帰っていくということなんですけど、この話はあのいくつかあるんですけどね、一番近いところで、非常に身近ですよ。なんと、あの、奈良の、えー、北葛城郡って言いますから、あの、大和王子集会っていうのは、同じような集会が、えー 王子あの辺あの辺にも伝わるかぐや姫伝説なんですねで藤原京というね京があの都がありましたけどもあそこからやったらあの案外、えー、この5人の貴族ね結婚したいって言った貴族が行けるのにあの距離的にもいいんじゃないかということで案外あれが中心みたいな。 あのありが舞台といいうう人もいるような、まあ、あれ案外身近なお話なんですがさあこのですねあのお話は、えー、日本で最古の、まあ、いわゆるこう物語といいますかこの作り話といいますか、えーまあ、なかなか味のある話なんですけども大体ね1,000年ぐらい前の話なんです。 で、誰が作ったか、明確にいつできたかというのはわからないんですけども、いろいろなこの竹取物語のこの引用ね、がいろいろな文学にありますので、まあ、この時代にもう引用されてるということはその前にできただろうとかいうふうに推測して、だいたいですね、この9世紀から10世紀ぐらいに書かれたというふうに考えられてるんですね。1000年前です。でですね、 古いなっと思うじゃないですか、ね。特にこんな絵見たら、もういつの話やねみたいな感じ、古いなと思うけど、かもしれませんが、今私たちが見ている使徒の働きっていうのは、千年前じゃないんですね。この、二千年前なんですよ。二千年前ね。ですから、何かこの、最近の本になってて、新しくね、今の言葉で読めて、もともと竹取物語って、かな文学ですからね。 読んでもね、あの、漢字じゃないからちょっとはわかるけども、非常にあの、読みにくいですよ。古典ですから。で、それ千年前でしょでも今これ現代の言葉で私たち聖書読めるからあ、あたかもなんかこの、つい最近の話のように思うかもしれませんが、二千年前です。もう、かぐや姫の倍ほど前の話ですよ。この前の話は、これはいわゆる物語。 作り話として書かれているんじゃないんですね。2000年前にこのイスラエルというところでこの事件があったんだということをですね聖書は明確に語ってますしまたですねこんなんどうですか,かぐや姫の元本ってないんです元本ってないんですけどじゃあどうやって今わかるのって言ったらそれを引用したりこのね写し書いたりそういう本が 残ってるんですけども大体ですね、えー、元が作られたその1,000年前から、えー、近くでもね300年ぐらい経ってから残ってるんです300年ぐらい経ったね要はもともとオリジナルな話がどんなものであったかっていうのは非常に確かめにくいその間に多くのねこの後からこう考えていますか付け加えた部分があるかもしれない。300年間ですからね 変わわってるる可能性があるわけですねでもそれは確かめようがないわけですその間にこの写しがないからでその間隔が短ければ短いほどオリジナルに近いということが予想されますよねで聖書はどうかと言いますと聖書ができたのが2,000年前でこの出来事が起こったのが2,000年前でということはもうね、えー、もちろん100年もないです一番短いところで30年以内 30年以内いたら、みんなこのイエスが生きていた時代の人がまだ生き残ってるわけです。復活を見たという人がね、残ってたわけです。その生き残ってた時代に、この人の働きも書かれて、この写しがね、もう何万って残ってるんですよ。 だからそう考えても聖書というのがこの作り話ではなくてその事実をそれを記録して残されてきたもんだそれも短いねこの期間にえ早めに書かれて多くの人が確かめることができたまあそういう本がまあ聖書だということでえこういう「かぐや姫」で今出しましたけどそれと同じふうに考えてもらうとちょっと困っちゃうなということなんですね。 さあ天に帰っていって、まあ、ここでは月に帰っていった家具屋姫なんですけれども、えー、聖書の中にですね、えー、やはりこの月じゃなくて天に帰っていったという人のことも出てくるんですそれを一箇所だけ、えー、お,見お読みしたいと思いますね「えー、第二列王記の二章の十一節」でこれ旧約聖書なんですね。えー、これは このイエス・キリストが天に帰っていったというよりもさらにね700年前の話なんですけどこんんな事件があったんですすお読みします2章の11節こうして彼らがなお進みながら話しているとなんと火の戦車と火の馬が現れこの二人の間を分け隔てエリアは竜巻に乗って 天へっっって行ったって書いていた書るんですねエリアというのは預言者有名な預言者なんですけどもこのエリアとその弟子のエリシャという2人が歩いていったんですけどもこの2人の間がですね分け隔てられてなんとエリアは竜巻に乗って天に上っていったということで聖書を見ましたねあねしばしばはないさいさいはないでも全くなかったわけじゃないんです。 この地上の人が天にまあ帰っていったというこのことが旧約聖書にもまあちょっと載ってるんですねさあイエスの場合はそういう状況とはまた大きく違うんですけれどもまあこういうことがあるということをね、えー、まあ参考までにえ書きましたさあこのイエスが天に帰っていった登っていったということのこのテーマね 生きて、登って言う。この登ってはその意味なんですけども、えー、今日も3つのポイントで考えていきたいと思います、えー。まず1つ目。イエスは生きているということです。2000年前の話です。でも2000年経ってもイエスっていう方は今も生きていらっしゃるというのが、これが聖書が明確に語っていることです。これは人々の心の中に生きているとかね、そういう意味じゃないんです。 えー、目には見えないけども生きておられる方として聖書はイエスを紹介していますでこの聖書の言葉を使えばこういうことですね「使徒の働き」の一章を続けて見ていきますね「一章の三節」「イエスは苦しみを受けた後数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された」 40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたと書いてます。イエス・キリストは3日目におみ,がえあおみがえられた後、40日間、この地上に私たちと同じような目に見える肉体、まあ、ちょっと違うんですけど、ものをね、肉体でこの地上にいたわけです。でも40日経った後に帰っていったんです。 でその間ですね、40日間何してたかというと、ここでご自分が生きていることを人たちに示されたと書いてあってですからイエスが生きているということはね、弟子たちにとってはどれほどの励ましになったか。だって、死んだ人がですよ、新しい命を持ってよみがえって、そして幻かなと思ったら幻じゃないんですよ。 夢ででで見たとかそんななレベルじゃないすすよ実際におるわけですで何度も何度も確かめる40日間も確かめることができたそうイエスもこのように言われましたご自分が生きていることを示されたんです確かな証拠を持っているですねさあ、えー、ご自分が生きていることということでですねまあこれあのー、例えようがないんですよそんな人いないからねえー 生きてたけども天に帰って今も生きてるって例えようがないのでちょっと例えようがないんですけども無理やり例えた、はいえー、皆さんね一郎ってご存知ですか野球選手のね郷一郎ってこの週間ありますけどの人じゃないですよ一郎ね一郎、えー、選手一郎選手この日本で活躍してアメリカで大陸で活躍してもう数々のこの記録を打ち立てて、えー、2019年か引退しました ね、もう引退しまで現役じゃありません。で、日本での活躍はもうはるかの前になるので、日本での活躍を知ってる人って少ないんですよね。だから今の若者ね、イチロー選手がもう大活躍してレジェンドだって、あんまり知らへん人もいるらしい。で、野球に興味ない人は特に、あのー、今よく注目されているのは高校野球とか、その女子のね、野球選手とかにこのね、 えー、コーチをしてあげてるんです時々アドバイスしてあげてるんですけどもその時ね彼言ってましたよ「あの私あの大リ、えーグでちょっと名を馳せたイチローなんですけど」ちょっとポカーンとしてる人がいるというぐらいもうその往年のイチローを知らない人もいるんですで、えーまあ、今は引退してこのマリナーズのーアドバイザーみたいな形になってましてねで今でもこの大大大リーグでも大そういうい アドバイスし続けてるんですけども彼のね日常、えー、インタビューが先日載ってましてで彼今じゃあ引退して何してるんかって言ったらですねこれあのね見てください起きてからまずトレーニングあ、えー、48歳はい多分48歳48歳ね。 起きてからまずトレーニングその後朝食をとり再びトレーニング時や午後7時のゲーム、まあ、夜の、ね、ナイトゲームであれば1時半に球場入り彼出ないんです選手として出ないんだけどもアドバイザーとしているので何してるかあったら、えー、着替えてトレーニング。ね、外で アップ、まあね、体整えて、キャッチボール、遠投、3時20分頃、一旦クラブハウスに戻り、トレーニング、4時10分の全体ストレッチに合わせて、外へ行って、野球の練習、野手の練習の手伝い、そんな流れですかと。まあ、こうして見ると、僕、トレーニングオタクですねって笑ってるんですけど、あのね、引退しても、朝から晩までトレーニングしてるんです。もう大好きなんですよ、野球が。で48歳なんですけど、 高校生ね、18歳ぐらいの高校生と、もう見るからに、年配な一郎にね、勝てないんです。いろんなことしても。それを維持するためのトレーニングでもう大好きで大好きでやってるのが彼なんですけども、現役じゃないんだけども、今でもそういうことに、もういつも勤しんでる。そんな方、そんな人、本当にレジェンドですよね。まあ、ちょっとそれを彷彿。 させるんです私はイエス様のこと考えておき、ね、イエスという方は2,000年前に十字架そして復活というねとんでもないすごいことをこうし,したあと、ね、天に帰って今は目には見えないけれども今この天におられて私たちのためにね取りなしをしてくださってる。 助けてくださってる。励ましてくださってる。ということを何度も何度も聖書で語っています。そして多くのこのイエスを信じている者たちはそれをですね、日常生活の中で、えー、味わってるんですね。じゃあどんなふうに味わってるかというのはその周りのクリスチャンに聞いてください。ね、えー、一つや二つや三つや四つやもうありますよ。今も生きていらっしゃる方なんですね。 そしてこの,この方が今ねもちろん十字架復活はもうないんです2000年前の1回の宮沢でしたけども今でも働いてるということをちょっと一郎のインタビューから考えましたね。もう一つそののイエススキリストの こここの働きととということで考えさせられたたがありましたそれはですねちょっと一郎よりははるかに重い話なんですけどもこれまた先日のこの新聞にですねある人のまたやっぱりインタビューを載ってたんですけどもある事件に巻き込まれた人の子です事件は7年前の2015年の9月に起こりました、まあ、今49歳のこの加藤さんという方は普通の この会社勤めをしてたんですけども家に帰ってみますとねなんとねあの奥ささんんんもも子供2人もねみんな殺されてたんです、えー、まあ覚えている方もいらっしゃるかもしれませんけども、えー、このあ,あることで見つかあの捕らえられて捕まって、えー、この警察に送られてた人が。 あのちょっとした隙にね逃走しましてねこの逃走した間に一般民家に押し入ってそして、まあ、最終的には、えー、6人だったかなもう本当に殺害した,したんですよ殺傷したんですねで、まあ、最初はこの実は死刑にならなかったんです心身喪失ということで、まあ、最終的には、えー、死刑判決が出たんですけども、まあ、彼がねもうこの7年間ね もう本当にもう打ちひしがれて、えーまあ、まともに生きていけないと。でその時、えー、こう苦しみながらですねである時ですねあの被害者の会ってありますよねそういう被害を受けた人たちのおまあこう励まし合ったりねこう情報交換したうってそういう会にも出たと。で出たんですけど。 えー、自分以外の家族が全員殺されたとかね、えー、被害に遭ったっていう人はあまりいないなそうです誰かが生き残ってる子供は殺されたけども奥様はまだいるとかね子供もは一人殺されたけどもまだ他の子がいるとか、ね、要はね自分以外の家族がみんなねこのひどい目に遭ったっていうことを経験してる人が少ないのを見てですね彼にとってあまり慰めにならなかったというんです。 あなたには奥さん残ってるじゃないか子供残ってるじゃないかと思うとね何とも言えない気持ちになって羨むようなこの同じ思いになれないというまたジレンマということを、えー、まあ正直ね、まあ、今回初めてこの実名でインタビューに応じたそうですけどもそういうふうに語ってたのを見てですね、えー、まあ確かにそうだろうかなとふうに私も思いました。でその人がね 一人人だけねあの分かっっっててくれるって思ったたがいたそうです、まあ、それがですね、まあ、これもね有名な話でした23年前かな1999年に山口県の光市で、えー、母子、えーね、お母さんと子供が殺されたっていうねあの事件がありましたねで、えー、ご主人、えー、残された、えー、人誰もいないんですね娘さんと、まあ、赤ちゃんですよ娘さんってもね で奥さんがあ本当に殺されてまたその殺され方というかねえもう悲惨でしたねで彼にはね心を開いたというんです彼に慰められて、えー、頑張っていこうって言われたことだけはねあの実感できたというんですね要は私たち人間というのはこの同じような苦しみを受けてもその本当にね自分が同じだ いや、私以上に苦しんだという人を前にしないと、なかなかね、慰められないんですよ。受け入れられないんです。その人から慰めの言葉を受けてもね、いや、あなたは私よりマシじゃないの。みたいなことを言うんですね。で、これは、あの、すごくね、あの、私たちはよくこう遠くにボランティア行くんですけども、あの、本当に滅多なことでね、そんなあの慰めの言葉なんて本当に軽いもんですからね、えー、言いませんけども、 ある人こう言ってましたよ、まあ、これはね、まあ、よく割と話ができるようになったからポロッと言ったんですけどあの阪神淡路大震災がありましたよ、ね、であれも非常に悲惨だったとでもねあの場合はそのものがあるじゃないかってものがそこにでもあの津波の被害の人たちはもうねもう何もないんですもう自分たちの思い出を残したものは何もないでこれはね そんな半信半疑って言うけどっていうね、あのそういう話聞いた時に、一概にね、そんなひどいとは言えませんでした。ですから、人間というのは、本当にこう慰められるということを考えても、この自分と同じ、または自分よりも、この体験がね、悲惨な人からは、かろうじて慰めを受けれるような、まあ、そんなものかもしれません。まあ、それが人間の限界ですよね。皆さん、神様が私たちを、 励ましてくださる助けてくださるっていう時に神様は、ね、天からご覧になって、ね「ああ頑張ってるの大変だな」っていうような方ではないんですね。神様は私たちと同じ姿をとってそして私たちよりもある意味で本当に悲惨な状態に悲惨な経験を受けながらこの人間にとって真の慰め手となるそれもただ私は同じように苦しんだよっていうだけでなくて解決を与えてくださいました。 この十字架の死と復活によって、この人間の死の問題の解決、そして新しい命が与えられるというね、どんな悲劇な状況に人間を向けてもですね、それはこの救いをね、与えることはほとんどできないんです。でも、神は違います。イエス・キリストを通して、あの苦しみのを通して救いも用意した。そして、私たちを生きて励ましているからです。 生きて励ますことのできるからですですからクリスチャンはね慰めることできません励ますことできませんけれども神はできます神がどういうことをしてくださったかということをですねより深く知ってくださればなというふうに思いますはいそれでは2点目ですイエスのことは地の果てまでイエスのこの福音メッセージは地の果てまでと というふうにこの人の一章のところに記されています。どういう状況かというと、こんな感じです。1章の8節。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。と 発説にあるんですねここで一つイエスは予言的なことを語られました今から2,000年前まあ多くてもね500人ぐらいしか弟子たちはいなかったんです従う人たちをねでも今どうかって何億人っているでしょイエスのことを知ってるという人だけだったらもう,もうはるかにもうほとんどの人はイエスぐらいは知ってますよ じゃあこの2000年の間にこのイエスのことは全世界に広まっていきましたねでそのことがここではエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまでというふうに言われてますけども2000年たってその通りになってますこのエルサレムから始まってというのは、ね、こういうことですねちょっとねこ,のこれイスラエルの地図なんですけど ちょっとエルサレムを飛ばしてしまいましたね。ここに書いてあるね、ユダヤと書いてます。このユダヤって今割り囲んでる右のところにね、エルサレムって書いてるんですエルサレムってのは土地の町の名前です。そしてこのエルサレムがある地域の名前をユダヤ地方というふうに言いました。これ今、赤で囲んでるところですね。どこが境界線かよく分かりません、ごめんなさい。で、その上にサマリアっていう場所があります。 エルササレムユダヤサマリアどん,どんどん広がりましたねそして地の果てまでどこでしょうかその当時ね地の果てと言ったらまあねあのローマ帝国ほぼ地の果てですよ彼らから見ればでこれ地中海ちょっと縮尺が変ですけど地中海が真ん中にあのブーツみたいなのがロ,ローマねえー、その 途中に赤い点がポチョっとあるのがあれローマでローマ町わ、えー、かりますかここねこれローマですねでこの赤色のがこれがローマその当時のローマ帝国でイスラエルというのはここです属、ね、国でした属州でしたで今最初に見た地図はここの地図の一部だったんですけども。 エルサレムから始まってユダヤサマリアおよび地の果てまでということでこのローマ帝国にはですねまあ300年ぐらいかかりましたけどもどん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 広がってきましたねそしてそれ以上以外にも広がってきましたね全世界にこのイエスのメッセージは広がっていったんです私の証人となるよと言われましたけども多くのクリスチャンたちが、まあ、ある意味で命がけでね この命のメッセージを語っていたんですそして多くの人が先ほど言った神が用意した救いをですね受けたんですさあこの1章の15節のところにはこんな風に書いてますちょっと飛び飛びに今言ってますけども分かりやすいように飛ばしていってますね15節その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたが ペテロがこれらの兄弟たちの中に立ってこういったペテロがメッセージをしていることなんですねこれは百二十人ほどってこれもイエス様の弟子なんですけどね、まあ、クリスチャンと考えてもいいですねペテロはこんな風に語りました兄弟たちイエスを捕らえた者たちを手引きしたユダこれあのイエスを裏切った十二弟子の一人のユダのことです 手引きしたユダについては精霊がダビデの口調を通して前もって語った「聖書の言葉が成就しなければなりませんでした」で、ちょっとなんかややこしい言い方してますけどこれ、えー、簡単に言えばねこの赤,赤のところなんです聖書の言葉が成就したでどういうことかと言いますとこのイエスという方はこの身近なもの友と呼ばれるものから裏切られる。 裏切られて死に追いやられるということが予言されていましたイエス・キリストが本物の救い主であるということを誰の目にも分かるように神様はあらかじめイエスの生涯についてこの事こ細かにね予告されていました予言されていましたその予言の一つがこの裏切,り裏切られてね そして、まあ、十字架につけられるということなんですけども、ここでペトロはこういうふうに言ってるんですね。えー、ユダが裏切ったと。と。彼は、ね、自ら命をね、絶、えー、ったけども、そのことは、なんと聖書の中に予言してたなとで。その予言してたなという言葉をこんなふうに表現してるんです。聖霊がダビデの口を通して前もって語ったと。聖、ね、霊というのは神様の霊です。 神様の霊が予言しましたどうやってダビデという人王様なんですけども彼の口を通して語ったそして聖書に記されていたその予告通りにまあダビデはねあ,あユダはね去っていきましたねと。ということで、えー、ここで予言ということをここで語っているんですね。 でこの流れなんですこの一連なんです神様はこの世界また私たち一人一人この将来のこと未来のことを神様は知ることができます時間を超えた方ですですから人間が結局どんな風になっていくかというのを神様は分かるんですそこで神様は私たちに予言という形で語ってくださいましたですから 初めての方ね、えーかも、いるかもしれませんけど、これから世界どうなるか、聖書に予言されてます。あなたがこれからどうなるか、あなたは死んだ後どうなるか、これも予言されてます。予告されてます。えー、非常に参考になります。まあ、ぜひ、聖書の言葉をですね、えー、続けてみてください。ということで、イエスをことは、地の果てまで、 私の証人となると言われたあの言葉は今私たちは実現したものとして見ることができます確認することができます2000年ね経ちましたけども聖書の言葉は一点一角失われることなく私たちの目の前にありますはい最後のポイントです3番目イエスはまたおいでになる イエスはまたおいでになるこの括弧で書いているところはあの聖書の言葉をね引用しているところですよはいでは3番目のポイントですイエスはまたおいでになる今日のテーマ生きて登ってまた会おうというのはイエスがまた来られるということですねはいじゃあ使徒の働きの一生の9節ちょっと前の続きからやります、えー 先ほど私の証人となるよと、ね、地の果てまで私の証人となるよと言ったあと9節。こう言ってからイエスは、人たちが見ている間に、間に、上げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。続き。10節。イエスが登っていかれるとき、人たちは天を見つめていた。 すると、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ちょっとあの、ややこしくなったあれですけど、皆さん、羽衣伝説ってあるじゃないですか。羽衣伝説ね。で、これはね、あの、かぐや姫の話もね、割と世界にとくぽくあるんですよ。一番有名なのは中国の四川省のチベット族にね、 あのま <laughs> そっくりみたいな話があるんですよ。である人はね元の話があってそしてこのずっとねこの東に伝わってきてでチベットでポロッと落ちたそして日本にも伝わってポロッと落ちた元の話がねその元の話があるので元の話があるので世を似てても不思議じゃないみたいな、ね。かという人もいればいやいや元はねこの竹取物語が。 中国に伝わったんじゃないかみたいな話もあってまあいろいろ諸説あるんですが実は羽衣伝説というのはねこれ世界中にあるんですこのなんかいわゆる見つかりじゃないけど天から来た人が衣をね置き忘れるなよみたいな感じで木で置き忘れたのを誰かが盗んでで天にを見てねあの私と結婚しましょうみたいなちょっとワンパターンのいくつか共通部分があるんですけどもあの ちょっとなんかこれ、放物させません白い衣を着た二人、ね。すみません、これ物語じゃないですからね、これ事実と言ってますからね、こんがらがらせるようなことを言うなって言われるかもしれませんが、あのー、要はですね、は、え、る、ー、か2000年前のこの時点で、えー、まだ旧約聖書から言えよりもっと前から、この世界にはもちろん神様いらっしゃいますよ。でも同時に、この、 神によって作られた天的なこの生き物というかな、まあ、いわゆる御使いと言われるまあ、エンジェルですよ、いうものもいるというふうに聖書は言ってます。ですからそのことについての話題というのがですね、あちこちあると言ってもそれはね、あのー、まんざら全くないところからというよりも、この、 天使、密会と言われるものがもう何千年も前から旧約聖書の中でいろいろ触れられてるわけですね。その話を聞いた人が、まあ、真似をしたとか話を付け加えたということは十分考えられるわけなんですよ。で、これ2000年前にね、二人の衣を着た二人の人ってこれは、えーまあ、どう考えてもこれは密会なんです。ね、この二人の人が彼らのそばに立っていた、そしてこう言ったというんです。で何と言ったか。 ガリラ屋の人たち、これほとんどがガリラ屋出身だから、えー、ガリラ屋の人たち、どうして天を見上げて立ってるんですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。またおいでになる。というふうに、まあ、見つかいがね、弟子たちに語ったんです。 まあそれが記録されてるんですさあこのですねイエスが登っていった、まあ、これ「昇天」っていうんですけどね昇天。登っていったあちなみに日曜日にある「昇天をしのぶ」というのはこれはねこれですからね天に召されていったという同じ昇天ですけど意味違いますね。これは天に登っていったというこれはイエス・キリストのことを 表し表します、ね、これはこの地上のクリスチャンが亡くなった時のことを「昇天」というふうに言いますね混同して使う人もいますけども、はい、この事件はどこであったかというとこれはっきり他の箇所に書いてあるんですねオリーブ山というところで起こったんですオリーブ山からイエスは昇天していったとでこの「オリーブ山」というのはね今でもあります はい、皆さんに写真をお見せしましょう。はい、えー、と言いましてもね、あのー、ぴったりのがなかったので、えー、説明します。はい、ここにね城壁ありますねこれ今ですよこれ2017年5年前です。えー、ここに城壁があります。この城壁があるここ今この部分ね私が写真撮っているのはこれはこの、えー、エルサレムの城壁のちょっと外でこの中が中。 まあもう正しく言えば、ここも城壁の中なんですけどね。これ、エルサレムと考えてください。このエルサレムからね向かって東にですね、ここにね、これ、今、ここ、これがね、オリーブ山なんです。で、オリーブ山って言ったら、なんか日本で言ったら、生駒山とか言ったら、なんか緑でもっこりみたいな感じするかもしれませんけど、これが、いわゆるオリーブ山なんですよ。で、ちょっと注目がね、ここに戦闘がありますよね、ここにね、戦闘ね。 ま、これはイエスの昇天を記念した教会の一つです。いくつか教会あるんですけど。で、えー、ここがエルサレムで、エルサレムも、まあ丘なんですけどね。で、こっちもオリーブ山でしょ。で、ここ見たらなんか繋がってるみたいに見えますけど、繋がってないんです。ここに深い谷があるんです。はい、次。これもうちょっと拡大したところですね。ここは今言った、えー、城壁の、まあ近くね。で、この向こうに山がある。これがオリーブ山。 こここにね、ね。ありますす、ね。よの間は谷なんですケデロンの谷というところ、はい、それをですね、違う角度から見たらこんな感じ、えー、これはね、まあ、い見るかな先ほどの城壁はこれ先ほどの城壁これ城壁からかなり離れたところから城壁と今度は右に見えるこれがオリーブ山、ね、なんか丘みたいに見えますけどねオリーブ山ここに先頭ありますよね 今さっき見えたこれでこの間に谷がある、ね、さあるるさここれれはよくわかる、はい、これが今さっき見た城壁角、ね、そしてこれがオリーブ山これぐーんと上がっていくとオリーブ山間にここにここ車見えますよね、まあ、今は一番下なんですけどそこになるんですけど谷の谷底になるんですけど2,000年前はもっと谷がきつかったえ谷底こうケデロの谷と言います。 だから一旦降りてオリーブ山に登るみたいなで弟子たちはこのオリーブ山のどこかでこのイエス・キリストの最後のメッセージを聞いて最後登っていったとっていうふうに言うんですよ。さあ天に登っていったイエスがままた来られます、ね、また来られます。ということを2,000年前にイエスが言われて。 それ以降来てますかまだ来てませんこの当時のこのクリスチャンたちはですねもうすぐ来るんちゃうかっていう風に思ってた節がありますもうまさに自分たちが生きてる間に来るかなって思ってた節があるんですが結果的にはね来なかった2000年間まだ来ていませんこれから後に来ますさあ もう一遍この世界に来るというのはですね、まあ、これもね多くのこの、まあ、いわゆるこう宗教家といいますか、えー、考え方としてね世界に影響を与えてます2000年前にイエスが昇天されてからそれ以降ですね多くの影響を与えましたけどもまあちょっとあのーまあ、例えばねこれから600年後ぐらい出てくる イスラム教ね、マホメットという人が始めましたね。マホメットも帰ってくると言われてるんですよ。ね、これはもう明らかに、えー、イエスのメッセージの焼き直しですえ。もうちょっとこの身近なところで、皆さんこれは見たことありますかもう教会で何やねんと思いますけど、まあ写真じゃないから留意してください。弥勒菩薩反、反私有意像。これ皆さん。 彫像で日本で国宝第1号です国宝の彫像ですね第1号がこの魅力菩薩反死遺像なんか難しいなと思いますけどね簡単にはえば魅力菩薩の像なんですけど偶像なんですけど、えー、反下って言ったら片足上げてるということですねえらいよ片足上げてること反下ってえらい 死于、死于像って言ったら、考え込んでるということです。ね、片足だけで考え込んでる、弥勒菩薩の像。これが、京都にあります。えー、広隆寺というところにあります。私ね、まあ、ちょっと、あの、他のことでやったので行きました。別に私、偶像を巡ってるわけじゃないんですよ。えー、門に行ったら、ちゃんとここにね、こういう写真ありますね。これこれ、これが本物の写真。弥勒菩薩像がこのお寺に。 ありますよということです、えー、これ見るのにね、まあ、私今回今回とか 3, 3年前から初めて見たのでまあ一回はちょっと見ないとね、あのー、でちょっと配管料払腹立すけど払いました <laughs> お金払って見てきました中は写真撮れませんから写真ありませんけどねでこのところにねここに宝物殿があるんですよもう,もう耐化工事が施されたね もうここがらられてるとここころですからでここにあるんですけどその前にですよあの「えっ?」ていうのがありましたね何かって言ったら十全開」って書いてあってお仏教にも十回あるんかということで、ねえー、十の戒め何かが書いてるか不摂政 <laughs> 不浄等不邪因不毛孔不規剖これ何かというと殺してはならない えー、盗んではならない。寛容化してはならない。俺、どっかで聞いたことあるな、みたいな。ね。えー、もちろん神様は書いてないんです。全部対人用ですね。えー、実戒がここにもあったということで。これ全然関係ないけど、関係ないですかね。えー、はい。楽しみにびべ、お見せしました。はい。ということで、なぜ今、えー、ね。反私有意像を出したかというとね。この弥勒菩薩は、 救い主なんですそしてこの救い主はこれもう誰が見てもすぐ分かりますあの調べたら出てきます56億7,000万年後にまた帰ってきますブッダが亡くなってからだからまあ今から2500年ぐらい前ねその時から56億7,000万年後に帰ってきてこの世界を救いますっていうふうに これ、ね、ブッダが言ったんじゃないです後の仏教徒が言い始めたんですでいつ言い始めたかというとほぼこの聖書が新約聖書が広まり始めたぐらいです、ね、ある人言ってましたあの「また来てくれるんか」ね。え、これ救い主なんですねあの弥勒菩薩っていうのはね救い主は来てくれるんかでもちょっと56億年後やったら ちょっと間に合わへんなみたいなことを書いてましたけどね要は何かというといつか救いがやってくるもう一度仏が救い主が来るという発想というのをですね多くの人たちは、えー、期待してるんですねまたそのことをちゃんと記録に考え方として残してるんです。 でこれはですね見たらわかるこの弥勒菩薩に対する信仰いわゆるね弥勒菩薩を救い主として、えー、待ってるというのは、ね、一番流行ったのは聖徳太子の時代なんです聖徳太子を祀られてるのが今の高隆寺なんです、ね、聖徳太子が神として祀られてるのが高隆寺なんですで要はその今から1400年ぐらい前ね この聖徳太子の時代にこの弥勒菩薩に対する信仰というのがものすごく流行った時代があったんですね。いつですかイエス・キリストが昇天されて600年ぐらい経った時です。この600年経った頃にはすでに中国にもこの聖書のこのメッセージが伝わってました。漢文の聖書があったんです。中国語の聖書がね。だから、 この歴史を順番に見ますと私たち人類はですねやはりね救いを願うんです求めるんですね何とか神様私たちを助けてくださいでもその時にああ救い主がいて救い主が来てくれたらどれだけ希望かということをね多くの人たちは願ったんですよ望んだんですよそしてそれまでね清めきちんとしとかなあかんなみたいな感じでね こうやって私たちがいかに記憶を歩めるかということをまあ、ある意味でね。頑張ったわけですよ。で、聖書は言うんです。そう。頑張らないよりは頑張った方がいいかもしれないけど、最終的な救いというのは神様が準備します。神様が用意します。そして神様が与えます。もう準備してます。私たちはそのイエスによって完成された。救いを。ありがとうございます。って言ってね。受け取るだけでいいんだっていうふうに。 聖書は語ってるんです、ねはいこのイエスが再びこの世界にあなた方が見ておられると同じありさまで来るようになるというのは別にミツカイが初めて言ったことではありませんイエスが初めて言ったことではありませんイエスも来ると言いました雲に乗って来ると言われました旧約聖書の中からずっと言われてました、はい、旧約聖書の頃最後に 一箇所、見ましょう。これは旧約聖書の予言です。これは、イエス・キリストが来る六百年ぐらい前に書かれました。ね、イエスが来る六百年前ですよ。その日、主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。と書いてますね、主の足。ここで言う主というのは。 神様の子です。この時点ではイエスという方はまだこの地上に来ていません。現れていません。でも、ここで書いているように、神の足がエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。これが神がこの世界に来るということの予言なんですよ。この当時ね、この予言をどれだけ理解できたかっていうのはわからないんですけども、けれども今私たちは、 このゼカリア書から600年経ってイエス様が来られて、そして最終的にオリーブ山から天に帰られて、そしてもう一度私は現れると言われて、それから2000年経ちました。私たちは新約聖書も読むことができるし、旧約聖書も学ぶことができる。って時にね、わかるんです。あ,あこの主の足というのはイエス様のことかと。神が人となられてこの地上に来られたイエス様は、オリーブ山から昇天されて、それと同じようなありさまでまた来る。 でもそれはこれからまだ先のことなんです。ということで、まあ、聖書はねこの世界にイエスが再び来るこれを再臨と言いますけどもこれはねまだやってきません、えー、多分、えー、多くの人にとってはイエスがこの地上にオリーブ山に来るよりも先にねこの地上の生涯を終えてしまうと思います、えーまあ、ですからこのイエスの再臨をね この期待するのもいいですけども、えー、それよりも先に、この聖書が言ってる、この魂の救いをね、求めていただきたいと思いますね。この地上で、いや、俺はまだ長生きすると、あと50年はいけるのという人はね、イエスの再利に出会うかもしれないと思うかもしれません。まあ、そういう人はね、また違うアプローチをしていただいても結構ですけども、まあ、とにかく、まあ、今日ですね、えー、使徒の一生から3つのポイントで見ました。 私たちの救いを用意して待っていらっしゃるイエスは今は目には見えませんけれども今も生きておられるからです私たちの祈りを聞いてくださるからです私たちと、まあ、ある意味で交わることが、ね、できる方ですそして今私たちはイスラエルから見れば地の果てのようなところにいますけれどもこのイエスのことを知ることができますこのイエスがもう一度来るという希望も持つことができます、まあ、ぜひともますね このお「生ける希望」とも彼でありますけれどもこの福音について、えー、さらに知ってくださってまずですね神様が用意してらっしゃる救いをご自分のものにしていただけたらなというふうに思いますはいそれでは最後にお祈りしましょう生けるまことの神様今使との働きの一生の中から考えることができました、えー、イエス・アマがこの2000年前に、えー、この地上の多くの技を成し終えて 復活されれれたたたたたた後40日にに天に帰っていかこととを見ましたまましし再び来るとあなたは言われましたどうか今ここにいらっしゃる方々がこのイエスの救いに、えー、を自分のものとすることができそしてこの方のご再臨をまたこの地上の生涯を先に終えるかもしれませんこの方に出会うこの希望を本当に一人一人が自分のものとすることができるようにあなたの助けを心から お願い申し上げますこのひとときの祝福を感謝して、主の名前によってお祈りいたします。アーメン